森県弘前市のギャラリー森山で現在幽霊展が開催されています。津軽エリア7寺院が所蔵する幽霊画やネプタ絵約80点を展示する幽霊展は毎年恒例の企画展として今年で17回目となりました。館長の森山豊さんによると、普段はしまわれている幽霊画を夏のお盆の時期に展示し遊んでもらうという意味が込められているそうです。毎年お盆の時期の恒例の行事ですけど、いろんな人に見てもらいたいと思います。ぜひおいでください。幽霊展は8月23日まで開催されています。以上、弘前経済新聞でした。